魚富士壺鉄橋は、台湾内栗県三義橋、龍東村の台湾軽水系、影山系に係かる台湾鉄路管理局旧山線の鉄橋。初代の竜島団橋に対比して、魚富士壺新橋、竜頭鉄橋とも呼ばれる。名称は、新潮末期から日本統治時代にかけての一帯の、当時の地名魚、富士壺に由来する。 旧山線3号トンネルの北側に位置する。初代の橋は1908年に総工費122,514円を投じて建設された。1935年の新築、台中地震により、崩壊、台中線復興事務所は80メートル下流側に2代目の、魚富実都鉄橋を再建することになった。1938年4月に竣工し、旧レンガ橋は、 引退、中央のトラスも撤去された。植地、式ボルチモアトラス橋とレンガ橋の組み合わせだった。初代から25.4メートルの6連続下駄による植地式桁橋に生まれ変わった。設計は台湾総督府交通局鉄道部の技師だった渡辺悟が担った。桁には川崎車両の製造名板が確認できる。 P3 橋脚は高さ35.4メートルで、落成当時は台湾で最高度だった。1998年の新山線開通後は廃止され、自転車による侵入者が後を絶たないため封鎖されていた。内社川鉄橋と共に、戦前の復旧時点で耐震化が進んでいたことで、戦後に桁が国産鉱材に置き換えられた台岸系鉄橋や大港系鉄橋と異なりへ、 起動化や電化工事の際も小幅な改修にとどまった。このため戦前の姿をほぼ残しており、先んじて文化資産に指定されたそれらに比しても価値が見劣りすることはないという意見から2019年に検定戸籍に指定された。2018年に旧山線レールバイクの終点として経路に組み込まれたが、その際に鉄橋下部に転落防止の防護網が増設されている。 県の観光再生計画の一環で、流東断橋の観光地下及び、東鉄橋上流川、断橋との間に遊歩道橋が設置されている。2010年の鉄路設で、蒸気機関車がリバイバル運転されたのを皮切りに2016年頃までは、臨時特別列車が運行されていた。ありがとうございます。